Please select a mission. Please select a landing zone. Heading to Mother Base. Analysis complete. Analysis complete. Boss, kawaii koinu no hogo, arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu, boss.
こう。Analysis complete. ボス、補給が必要ならいつでもお申し付けください。この戦争、ソ連軍がムジャヒディンにここまで手こずるとはクレムリンは予想もしていなかった。アフガンはもともと部族社会だ。土地を踏みにじるよそ者には完全と立ち向かう伝統がある。部族の名誉を背負って戦う彼らは極めて勇猛だ。ソ連軍が叩いても叩いてもどこからか現れ、一撃を加えては去っていく。だがそんなムジャヒディンでも例外なく恐れるものがある。ソ連の戦闘ヘリだ。高い機動性と強大な火力、しかも底面は分厚い装甲に覆われている。彼らの貧弱な火力ではほぼ歯が立たん。逃げ遅れたらその重機関銃になぎ倒されるまでだ。ハニービーとかいうハミド隊に供与された新兵器、おそらくはその戦闘ヘリに対抗するためのものだろう。だとすれば確かに戦局を左右する兵器と言っていい。一口にムジャヒディンといっても統一された組織があるわけじゃない。アフガンは多民族国家だ。パシトゥーン、タジク、ウズベク、ハザル、それぞれがさらに大小の部族に分かれている。反政府組織は民族ごとに複数結成され、各部族はその組織ごとに参集しているんだ。彼らは一様にジハードという旗印を掲げてはいるが、一枚岩とは言い難い。ダスマスリャマン周辺もそうだ。もともとはタジク系が多かったが、ソ連軍の焦土作戦によって住民が退避、空白地帯となったところに今度はパシトゥーン系のハミド隊が入り込んできていたようだ。このハミド隊の本拠はペシャワール。俺たちも通ってきたパキスタン西端の都市だ。パシトゥーン人は昔からアフガニスタンとパキスタン西部にまたがって住んでいる。かつては行き来も多かった。国境線はイギリスが後から勝手に引いたもの。パキスタン政府も彼らへの支援は手厚い。それに政府は彼らを通じてアフガンへの影響力を確保しておきたいんだ。その窓口になっているのが ISI、 そしてその背後には CIA がいる。ハミド隊にハニービーが渡ったのはこの経路だろう。Commencing platform construction.
Please specify a project. Please specify a project. Please specify a project. Please, the landing zone confirmed. こちら P コード、 まもなく landing zone に到着する。 Please select a mission. Mission accepted. Heading to Afghanistan.